紫車ナマコパリクエラルフェセンズは無足目、車ナマコ科に分類されるナマコの一種。日本では相模湾以南の岩礁海岸でよく見られる。体は円筒型で前後に細長く、伸びると長さ15センチメートルに達する。全体に黒っぽい紫色で、表面の色にはややムラがある。体の断面は円形に近く、覆面がはっきりしない。体表は、 観測もイボ足もなく平滑でよく伸縮する。体表に横シワが入る場合もあって芋虫に似るが外皮は薄く柔らかくつついても硬くはならず海水から取り出しても力なく平たくなるだけである。海水を張ったバケツの中などで揺する刺激が加わると前後方向に縮んでラグビーボールのような形状になる。先端の口の部分には触手が並んでいる。 触手は濃い紫色で、普通は18本。先端がやや膨らんで8から16体の突起が出ており、手のひら状に見える。これを繰り出すように伸ばし、基板にくっつけて縮めることを繰り返すことで歩く。和名は紫色の体色と、皮膚にある骨片が車輪状をしていることに由来する。骨片は肉眼では見えないが、多数が集まって、小さな集合体をなし。 それが、皮膚のあちこちに、色の薄い点として見られる。日本では、相模湾以南、日本以外でも、東南アジア、オーストラリア、インドまで、西太平洋とインド洋の熱帯、亜熱帯域に広く分布する。分布域の長官帯では普通に見られ、やや砂混じりの岩礁海岸で、タイドプール内の石をひっくり返すとよく見られる。一箇所に多数集まっていることが多い。 その多くが口のある触種の方を石のヘリに向けている。ありがとうございます。